性のお悩み相談室。今日は岐阜県ゲロチュウ様のお悩み。お楽しみタイムの時に有線の道具を使おうとした時、コードが短くてベッドに届きませんでした。すっごく悔しかったので、コードレス電動ラチェットデビューしたいのですが、どれも1万円以上して高くてどうしようか悩んでます。電動ラチェットマイスターである先生のおすすめ入門電動ラチェットを教えてください。ベッドは目の前にして届かないのは悔しいですね。金額関係なければもちろんミルウォーキーがおすすめですが、金額を考慮して入門編というならばこれ、ストレートさんのコードレスラチェットレンチ。ちょうど新品を買ってきたので箱を開けていきます。2022年12月現在8000円で手に入るんですけれど、バッテリーと充電器もついてきます。動作は単純にオンオフだけどめちゃくちゃトルクフル。充電するには AC アダプターをコンセントに差し込んでバッテリーに先っちょを突っ込むだけ。このシンプルさが大好きで2本目を買ってしまいました。これからは2本全